皆さんこんにちは、吉森でございます。2020年の1月の7日火曜日でございます。星ドラ公式ツイッターより1個だけお知らせ上がっております。次のイベントですね、大決戦がもう終わるので1月8日2時からですね、ダンジョンイベント強化素材の眠る大洞窟ということで、クエストのバトルに出現する親衛隊を倒すと各種強化玉が手に入るぞというようなことですね。親衛隊ブルーからは防具スキル強化玉だから青が出てくると当たりみたいなね。そして秘宝の鍵なども入手できるチャンスということで、これはカンダタ一味みたいな感じなんですかね。新しいイベント風みたいな感じだよね。ダンジョン的なところはもう今まで通りで、その内容だけ今後はこう変えてくるっていうような感じだと思います。基本的な、星ドラっていうのはもうずっとこういったなんとか戦闘はそのまんまで、中身とかをこうしてボスを変えてきたりとかね、こう色で強化玉が手に入るよみたいなね、そういった工夫をしてくるっていうようなね、ことですよね。期間限定ダンジョンが登場、でこれ多分あれだよね、超級とか多分伝説級とかあって、ギガ伝まであるか分かんないですけれども、で一度も死なないとかにジェム設定はあるとは思うんですよね。で何よりもあるかわかんないけど、このカンダタになりきれるよとかさ、この一味っていうか古文になりきれるよみたいな、そういった装備とかね、コスチューム的なところも配ってなりきって遊ぶっていうこともあればいいですけど、そこまで内容が入ってるかっていうのはやってみないとわかんないですね。もしも今回なければ今後はね、こういう着せ替えでどんどん遊べるようにはしてほしいなとは思います。そしてこれだよね。青が出てくると多分防具スキルということで、やっぱり当たりですよね。なかなかね、使わないのはやっぱ黄色と緑はね、結構溜まってると思うんです。一番使うのはやっぱ赤と紫なので、この辺ですよね。とりあえずは、多分15日まででしょ、これ。15日ってことは、今のガチャが終わるタイミングなんですよね。その後に、ちゃんとしたというか、もっとわーっと遊べるダンジョンが来るのかなと。またそれに合わせて、福引きも新しいのが来るような気がしますが、一旦ゲーム画面戻りましょう。はい、福引き見ていくと15までだったと思います。そうだよね、全部これがだからもう一通りなくなるんですよ、常設以外はね。なのでここに新しい、次のメインのなんかイベントが来るのかな。だからそれまでのつなぎとして、カンダタ一味でいいのかわかんないですけど、あれを倒そう的なところだと思います。強化玉が集まるっていうのはいいんじゃないかな。今回いろいろとこうね、引いて素材が足りないっていう人がいると思うので、今後はお祭りの後に毎回やってもいいですよね。こうして強化玉配るっていう。でもプラスアルファそれで言うと大成功確率今回なかったじゃん、2倍とかね、ここのね強化工房の装備の強化進化あたりだったかな、スキルの強化もそうだったっけな。とにかくここら辺が超大成功が出る、なんか倍ぐらいになるとかなんかあったよね、なんだっけ、確率アップみたいな、あれはあれも入れつつ、さらにそうですね、それぞれの色の強化玉が配布っていう形が今後は理想かなっていうふうにはね、思ったりはします。で今回ちょっとお知らせがこれだけなんですけれども、せっかくだからおみくじ貯めていたものがあるから、それをでも5回分しかないのか、これを引いていこうかなと思います。 1,2,3,4,5 で残りはまた次の動画の時に一気にね引けたらと思います。よし、では1回目、これ振るのか、振り、お、これさ、1000。おお、初めてかな来たのが。そうですね、やったー。振り。あらあら、300。でも300でもすごいけどね、この福引きね。いやー、金当てたいなー。来い！あー、300だー。皆さんどうですか？来い！おお、1000来た。
2000残りこれラストだ。うん、行こう、お願いします。金金金金金300だということで、でも結構良かったんじゃないかな。銀が2つ出た、まあ金をこの後見たいですけれどもね。じゃあ残りは貯めて、また次の動画の時に一気に引きたいと思います。いや3万当たった人とかちょっといるのかな、なんかツイッターで出してんのかな、ちょっとその辺まであんまり見れてないんですけれどもね。いや3万当たったらすごいよね。はい、ではですね、ガチャの方ですね、皆様どんな感じでしょうか。これ15日までっていうのは結構ユーザーにとって嬉しいですよね。いろんな評価を聞きつつ、やっぱりこれ当てていこうとかね、そういったことができるので、まあ、特に今やっぱりこの衣上がね、あのアルバナムボディが注目されて、やっぱり欲しいぞっていう人が結構追い込みでね、まあ、ジム貯めたりとか、多分お財布と相談しながらやってるのかなと思いますけれども、まあとにかくぶっ壊れが年始に来るっていうことは動画でずっと言っていたし、僕はそこは確信してずっと、なんていうかな、それで準備してくるよっていうような話はしていたから、まあ、その通りというか、それ以上だったね。なんかそれ以上に今回は、なんかぶっ壊れた感がありますよね。うん。ただ、なんていうのかな、でもね、アルバナムボディって、やっぱ、いろん、そういったなんか動画とかね、出てると思うんですけれども、あれと同じように立ち回るっていうのは、結構やっぱりプレイヤースキルある人がやってるから結構簡単なように思うというようなことかなっていうようにはやっぱ思うよね。神チャレの時もそうじゃない、あの攻略動画っていろいろと参考にされたと思うんですけど、まあ、僕も最初は攻略動画出していたからラーダ装備でね神チャレやっていたんですけれども、あのね、その動画の通りにやってもその通りになんないんですよね結局ね。だからあの立ち回りが分かんない人が名流の衣を上着ていって、じゃあ何でもかんでも簡単に勝てるかっていうと、まあそういう甘い話ではないっていうのは、着ていろんなままをいけば多分分かると思います。で実際僕もあの行ってみているんでね、アルバナムボディ着て魔王級でもね、あのボコボコにされましたよでこれはあのやっぱり合う魔王と合わない魔王がある。でそれはもうレビューの次の次ぐらいの動画に話していて、やっぱりそのなんていうのかな、単発系っていうかさ、全体攻撃だとね発動率高いけど、やっぱそういう魔王じゃないのもあるわけですよね。だからこれには使えるけどこれには不得意っていう、もちろん使い分けっていうところはあのできているのかなっていうふうには思います。うん、まあ、ただまあ本当に欲しくなっちゃう装備なんだろうなっていうふうには思いますね。うん、僕は一つかな当たったのがね。でも無理してじゃあ2個3個フレンド、あフレンドじゃないや、サブの分、引こうかっていうと、まあ次またさ名流は来るので、その時に、体は他狙っていこうかなぐらいで、取り急ぎはそうね、まあいろんな魔王級をどんどん倒していきたいとか、大魔王級倒していきたいっていうエンドコンテンツにね、チャレンジする方はかなり欲しいのかなっていうふうには思いますけれど、僕はもうライトに遊ぶようにしているから、とりあえずはまた次狙っていこうかなと。また最低限1個あれば、まあマルチの時ではね、自分だけ着ていけばいいわけだから、うん、追加とか追いガチャっていうのはまあしないかな。うん。まあ、それもまた言ってるんですけど、名流の槍をね、次狙っていきたいので。それから、次は、ドラゴンクエストの5月って基本的には言われてますけど、その前にね、もう1個結構強いのが出ると思う。特に3月あたり。これはもう当てる当てないの話じゃなくて、もう独り言だと思って聞いてほしいんですけれども、まあ、スケーニさんサイドのいろいろな状況を考えると、だいたいこの頃に3月に、強めの、そうですね、装備を出してくる可能性があるので、まあ、次一旦そこに照準を当てていこうかなと思います。あともちろん15日以降の年始一発目のまあ、イベントのガチャとかっていうのも気にはなりますよね。なのでその辺を待ちつつ、そうですね、16日あたりかな、まあ、すぐに次来るか分かんないけど、まあでも親分イベントっていうさっきのね、紹介したのもとりあえず15日でしょ。その後と3月頃と5月ですね。この3つは
少し注目していこうかなというふうに思っております。では、また次の動画出せる頃にはおみくじ少しは溜まってると思うので、またちょっと引こうかなというふうに思います。またお会いしましょう。よしまるでした。さようなら。